イスラエル空軍第114飛行隊は、イスラエル航空宇宙軍で CH-53 ユージャー、大型輸送ヘリコプターを運用している飛行隊である。別名として、ナイトリーダーズスコードロンとも呼ばれる。また、SA-321 系シュペルフルロンを集中運用していた時期には、シュペルフルロンスコードロンとも呼ばれていた。 水上型シュペルフルロン SA321 か、陸上型シュペルフルロン SA321、キロバイト第114飛行隊は、第1次中東戦争終結後の1949年3月に、クファルシルキンの航空訓練基地で編成された。編成時の運用機は、八内支給機程度のアブロ、アンソン、3機程度のエアスピードオックスフォード、そしてほぼ同型機である。 エアスピードコンスルが11機程度であった。アンソンはイギリス空軍の放出品であり、オックスフォードコンスルは国連部隊から購入したもので、これらの機種を用いて連絡、輸送や飛行訓練を行う部隊として創設された。第114飛行隊は1956年に一旦解体された。それから約十年後の百六十六年四月になり、 第114飛行隊はフランスから導入した SA321 系シュペルフルロンを運用するヘリコプター部隊としてテルノフ空軍基地で再編された。最初に導入された5機は水上型の SA321 かと呼ばれるモデルで主脚部に大型のスポンソンが取り付けられ、海上レスキュー用のウィンチが装備されていた。1967年の第三次中東戦争の際には、 第114飛行隊のシュペルフルロンに空挺旅団の兵士が登場し、シャルムエルシェイクやゴラン高原への奇襲攻撃を行った。この戦争の後、フランスはイスラエルへの武器輸出を縮小する方向となったが、残り7機のシュペルフルロンの導入は予定通り行われた。これらは SA321 キロバイトと呼ばれる陸上輸送用モデルで、 脚部ののススポンソンンンソとレスキューー用のウィンチが装備されていないなバージョンであった。1968年になると、後に消耗戦争と呼ばれるエジプトとの小規模な衝突が繰り返し発生するようになり、第114飛行隊のシュペルフルロンもたびたび作戦投入されている。10月31日には2機のシュペルフルロンに登場した空挺旅団の隊員がエジプト領内に侵入し、 ナイルガー沿岸の発電所とダムを破壊した。同年12月28日には4機のシュペルフルロンに登場したサイエレット・マトカル隊員がレバノンの首都ベイルートにあるベイルート国際空港を襲撃し、地上に駐機していた12機から14機のアラブ系航空会社の旅客機を無人の状態で破壊した。この襲撃は2日前の12月26日に発生した。 LR 航空253便がギリシャのアテネ国際空港で2名の PLO メンバーに襲撃され、イスラエル人乗客1名が死亡した事件の報復として行われた。1969年にはイスラエル空軍はアメリカシコルスキー製の大型ヘリコプター CH-53 の導入を開始し、これを運用する飛行隊として、 第118飛行隊を新たに編成した。しかしこの時点では、第114飛行隊の運用機の更新は行われず、引き続きのシュペルフルロンを運用した。1969年12月26日から27日にかけて実施されたルースター53作戦においては、第114飛行隊のシュペルフルロンは、 第118飛行隊の CH-53 と共にスエズ運河沿岸に配備されていたソ連製の新型地上配備型防空レーダー P-12 を路角するため空挺旅団の隊員を乗せてエジプト領内に侵入した。1973年の第4次中東戦争では第114飛行隊のシュペルフルロンは主に負傷者の搬送に使用された。 第4次中東戦争の後、アメリカからの緊急軍事援助の一環として、アメリカ海兵隊で使用されていた CH-53A が追加供与され、これらは第114飛行隊に追加配備されたことから、第114飛行隊はイスラエル空軍で2番目の CH-53 運用部隊となった。これらの CH-53 は導入後、 第118飛行隊の運用機と同じ S-65C-3 と呼ばれる状態に回収された。1974年から75年頃にかけて、第114飛行隊のシュペルフルロンのエンジンをゼネラルエレクトリック製 T58 ターボシャフトエンジンに換装する回収が行われた。1977年5月10日には、 第114飛行隊の CH-53 が訓練中にヨルダン渓谷で墜落し、登場していた54名全員が死亡する事故が発生した。これはメーカー仕様に比べると明らかに定員オーバーの状態であったため、この事故以降、イスラエル空軍は CH-53 への登場人数を33名、クルー4名に限定することを決めた。 1982年のガリラヤの平和作戦では、シュペルフルロン CH-53 の、両機種を空底輸送、救出、負傷者搬送などに投入した。第114飛行隊のシュペルフルロンは1991年に退役した。また、90年代には、CH-53 の近代化改修プログラム、ユージャー2000が進められ、1993年から、 引き渡しが開始されている。イスラエル空軍はこの後 CH-53 の後継として V-22 オスプレイの導入等を検討していたがこちらが順調に進まなかったこともあり、2007年頃よりユージャー2000のさらなる寿命を延長プログラムとしてユージャー2025が実施されている。ありがとうございます。